タグラムの方で、投稿しました、断食の結果ですね。はい、2日間僕は断食を行いまして、その結果を詳しく LINE の方でお伝えしますと皆さんに、ご報告をしました。なので、ここで見ている方は、限られた方しか見ていません。LINE の方にですね、友達追加をしていただいて、見ている方だけが、この情報を得ることができます。はい。で、僕がこの2日間、断食をやりまして、まあ、感じたこととか、あとはこの結果ですね。結果をですね、皆さんにお伝えしたいと思います。すみません。まずですね、2日間やって、体重が 2.4 キロ減りました。もともと、この体重を減らすためにやったわけじゃないんですけど、2.4 キロ、2日間で減りました。そして、満腹中枢が敏感になったなと感じます、終わった後ですね。終わって食事を始めた時に満腹中枢が敏感になった感じがします。なので、あまりこうたくさん食べなくてもお腹がいっぱいになると、そんなような感覚になります。あとは味覚が鋭くなる。特になんですけど、一番最初2日経って一番最初の食事は本当に美味しいです。もう味が、なんていうの、染み渡るというか、本当に、あ、食事ってこんなに美味しいんだというふうに感じるくらい、研ぎ澄まされた、はい、味覚になっていると思います。はい。なので、舌もかなり、鋭くなると思います。はい。味蕾という味覚を感じるものですね。その細胞が本当に研ぎ澄まされた感じになるので、本当に1回目、2回目の食事ってすごく美味しいです。はい。あとはですね、やった後、体の軽快さ。体が軽くなります。すごい体が軽くなって、軽快さがすごく出ましたね。はい。あとはですね、言葉の詰まりがなくなった。まあ、完全になくなったわけじゃないんですけど、断食をする前は、結構僕食べ過ぎてたぐらい食べてたんですね。なので毒素が体の中に溜まっている状態だったんですけども、それが終わって2日終わった後ポンポンとこう言葉が出るようになったんですね。それまではちょっと詰まったりとか、あれってなんだっけみたいな感じで思い出したりしてたんですけども、それがなくなって頭も軽快になった感じがしました。はい。で、3日目の朝の目覚めが良かったですね。はい。初日はちょっと重たかったんですけど、2日目が終わってですね、ファスティングが終わった後の朝はすごく軽快な感じですぐに起きることができました。はい。なのでやっぱりこの体の重さが取れると全てにおいて軽快さが出るのかなと思いました。あとは心が軽いですね。やっぱり物理的に体も軽くなってますので、体と心ってつながってますから、やっぱり心も軽快になりますので、ポジティブな気持ちになるっていうことが、分かりました。はい。で、まあ2日間僕やったんですけども、僕は、まあ、まだ2日間本当はこのファスティングっていうのは、断食はこの3クール実施するのが基本なんですね。で、そのうちの1クールを僕はこの2日間やったんですけど、例えばこの3クール全部やった場合、まあ、45日かかるんですけど、それをやった方っていうのは、40代女性の場合ですね、身長 163.5cm の方の場合だと、体重がもともと 54.8kg あったのが、終わった後、3クール全部終わった後 50.5kg なので、サイズ変化としては 4.3kg 減。そしてウエストはもともと 79cm あったのが、67cm になりました。なのでマイナス 12cm の減ですね。で、ヒップは 89cm あったものが 79cm なので10cm 減ですね。で、太ももの方は 46cm あったものが 43cm なのでマイナス 3cm と、まあ、大体このくらい減ることがあります。はい。ほとんどの方がまあ減ることが多いですね。まあむしろ減らないっていう方がおかしいので、はい、減る方がほとんどです。で、3クールやった場合なんですけど、まあ45日間って言いましたけど、45日間断食するわけではないです。
ですね、こんな感じです。まず、1回目、ワンクールは2日間。で、2日間終わったら、まあ、2週間経て、2回目ですね。で、これも、2日間、2クールですね。で、また2日やったら、2週間経て、3回目、2日間。なので、6日間。全部で6日間やります。45日かけて6日間やるっていうのが、この本来のサイクルになってます。それをやると先ほどのように、結果が出ると。でも僕も、2日間しかやってないですけど 2.4 キロ痩せましたので、これ全部やったらかなり痩せると思います。はい。まあお腹とかね、太ももとか測ってないんですけど、体重しか測ってないんですけど、まあ僕はもともとその体重の方とかをメインにやってたわけじゃないので、はい。ただこれをやればそのくらいの、はい、レベルで下がることがあります。はい。まあここで見ると、まあやる前はお腹ぽっこりしてたりとか、むくみが取れなかったりとか、太りやすかったり食べ過ぎてしまうということがあるんですけども、まあワンクールですね。2日間、まあこれは僕と同じですね。2日間やっただけでもウエストのサイズダウンとか、むくみが取れてすっきりしたりとか。あと胃が小さくなったりということが起きます。まあ実際体重も落ちます。あとはまあ2回目ですね。2週間経て2回目をやると、これも2日間ですけど、まあ食後の燃焼でポカポカしたりとか、あと胃が小さくなるので、食生活が改善されたり、まあたくさん食べなくても本当に大丈夫になってしまう。はい。で、まあ体に良くないものを美味しくないと感じる。と思います。それはやっぱり味覚が研ぎ澄まされるからだと思うんですね。はい。なので体にいいものを取りたくなるっていう風な感じになると思います。まああとは全体的にサイズダウンするということですね。で、サンプル目、まあ、45日後にやるわけなんですけども、まあ、ここも2日間ですね。で、これやるともうここで完全にいろんな結果が出てきます。燃焼ボディへ体質改善ができたり、代謝アップで太りにくくなったり、まあ、巡りが良くなるので、むくみもなくなっていきます。あとは、まあ、デトックス効果が高いので、美しい、透明な肌になっていくということですね。なので、かなり見た目が変わります。はい。見た目も変わるんですけど、内面もかなり変わると。まあ、そういったような形になっています。はい。なので、ぜひ、これは本当におすすめです。はい。今、断食をやろうかなとか、断食ってどんなもんなんだろうって考えている方は、ぜひですね、うちのこのファステンサポートのドリンクがあるんですけど、それを使ってですね、やっていただきたいと思います。はい。この機会、ファスティング、しかもこの時期が一番いいです。夏、真夏はもうちょっと厳しいので、はい、体力も奪われますから、夏になる前にですね、やっぱボディも引き締めて、はい、やっていけたらいいんじゃないかと思いますので、はい。ということでですね、以上となります。はい。ご視聴いただきありがとうございました。